今全世界で注目されているロシアだけど、日本に対しても圧力をかけてきているよね。経済制裁に対しての報復だろうとも言われているな。まあ、今のロシアに日本に注意を向けられるほどの余裕があるのかは疑問だが。いろんな国に対して強気な発言をしているからね。現状、世界で一番孤立している国になりつつあるのかも。さて今回は、そんなロシア軍の動きを警戒してか、陸上自衛隊が北海道にも電子戦部隊を配備することについて解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。2022年4月5日配信の FNN プライムオンラインで、陸上自衛隊の北海道東千歳駐屯地に、新たなネットワーク電子戦システムニュースを使用する、電子戦部隊を配備する方向で政府が検討しているとの報道があったんだけど、東千歳駐屯地には1981年から第一電子隊が配置されており、すでにニュースも配備済みなんだって。陸上自衛隊ではこれまでに東千歳駐屯地の他に、北海道では留萌、九州と沖縄においては長崎県相浦、熊本県県群、鹿児島県奄美、沖縄県では那覇と知念の各駐屯地及び分屯地に電子戦部隊を配備しており、これらを2022年3月17日付で陸上総隊直属部隊の電子作戦隊として新編成し、部隊本部機能のみを東京と練馬区の朝霞駐屯地に置いているよ。また、これらに加えて2022年度中には新潟県の高田駐屯地、鳥取県の米子駐屯地、鹿児島県の川内駐屯地、長崎県の対馬駐屯地、そして日本で最も台湾に近い沖縄県の与那国島にある与那国駐屯地にも、2023年までにはニュースが配備される予定とされているみたい。なお、与那国駐屯地には、航空自衛隊の移動警戒隊が交代制で配置されているが、2022年からは常駐化させるとしており、中国本土方面から飛来する中国軍機などに対する緊急発進に対応するとしているぜ。この陸上自衛隊が整備を進めているネットワーク電子戦システムネットワークエレクトロニックウォーフェアシステムとは、これまでの電子戦システムの後継として防衛装備庁が開発し、三菱電機と NEC が制作している電子戦システムで、電波の収集分析を行うとともに、相手方の通信電子活動を妨害して味方の作戦遂行を有利に進めるためのシステムのことなんだ。このニュース以前の陸上自衛隊の電子戦システムは東西冷戦時代に開発、装備されていたんだけど、ソビエト連邦の崩壊による東西冷戦終結後の世界的な軍縮傾向を受けて、配備先は東千歳駐屯地の第一電子隊のみとなっていたってわけ。2003年にアメリカ軍において、工事の情報ネットワークを用いて情報を伝達共有することにより、作戦上における意思決定を迅速化するとともに戦力の運用を効率的に行うことを目的とした、ネットワーク中心の戦いネットワークセントリックウォーフェア NCW との革新的な軍事コンセプトが立ち上がったことを受けて、防衛省内においても電子戦の重要性が高まったんだよね。その流れから NCW コンセプトに基づく CUI システムの整備と、それに伴う通信の質と量の増大と重要性に加えて、敵の通信を監視妨害する電子戦装備の重要性が認識されるようになり、電子戦システムの損耗更新、及び敵が発信する電波をより効率的に妨害することを目的としてニュースの開発が2010年から始まり、試験を重ねた上で2019年から量産、配備が開始されていたよ。それまでの電子戦システムでは、電波収集と分析を担当するシステムと、敵の電波を妨害するシステムがそれぞれ個別に開発されていたものを、ニュースにおいては技術の進歩によるシステムの小型化と搭載する車両の機動力が進化したこと、開発ライフサイクルが短縮されコストが低減されたことなどにより、電波収集分析機能と妨害機能が一体化された他に、旧システムでは不可能であった車両移動中の電波収集が一部の電子戦装置を除いて可能となっているぜ。ニュースのシステム構成については、あらゆる周波数帯の電波収集及び妨害を実施するための電子戦装置があり、それぞれの電子戦装置が収集した情報の処理分析して妨害を実行する装置に指示を出す指揮統制装置に、システム同士の連結の統制を担当する電子戦統制装置などによって構成されているよ。電子戦については一般的に分けて電子攻撃、電子防護、電子戦支援の3つがあり、電子攻撃とは相手の通信機器やレーダーから発信される電波を妨害して無効化することを指し、電子防護は装備品をステルス化して探知を防ぐ、あるいは通信機器やレーダーが電子攻撃を受けた際、使用電磁波の周波数変更や、出力増加などで相手の電子攻撃を低減、無効化することであり、電子戦支援は相手の使用する電磁波に関する情報を収集することを指すよ。ニュースのそれぞれの電子装置は、3つの目的に合わせた多種多様なアンテナレドームが搭載されていて、
異なる周波数の電波や発信源に対応しており、陸自衛隊における装置の名称は電子線統制装置、電子線装置I 型、電子線装置2型、電子線装置3型、電子線装置4型 A、電子線装置4型 B とされ、装置ごとに車両に搭載されて移動可能となっているため有事の際の生存性が高いものとなっているんだ。電子線について世界でも先進を行くのはロシア軍で、北方領土を含むクリール諸島千島列島においても上陸作戦への防御に加えて、太平洋艦隊の太平洋進出と戦略ミサイル原潜の活動域であるオホーツク海を聖域とするために、強力な電子線装置を展開して要塞化しているとみられているよ。ロシア軍はジョージアなどへの侵攻、あるいはシリア内戦などの他に、2014年にウクライナのクリミア半島に侵攻した際に鮮やかな電子戦とサイバー戦を展開した実績があるんだ。クリミアではロシア軍によってウクライナ軍の無線通信が妨害され、司令部と前線の連絡に携帯電話を使わざるを得なくなったウクライナ軍兵士の携帯にロシア軍がメールなどで虚偽指令を送信し、誘導された部隊を待ち伏せして集中的に攻撃を加えることでウクライナ軍に壊滅的な被害を与えたんだって。この際に使用された電子戦装置オルラン銃やレール3については、北方領土に配備されていることが確認されていて、自衛隊としてはこれらについての対策を講じる必要があるとされているよ。しかしながら、電子戦に長けているとされたロシア軍が、この度のウクライナ侵略ではウクライナ軍によって逆に電子戦を仕掛けられていて、ミサイルによる軍事移設攻撃が不十分であったり、無線を傍受されて待ち伏せを食らい甚大な被害を出しているほか、召喚級の指揮官が多数戦死させられたりしているのはなんとも皮肉な話だよな。多くの軍事評論家はこのことについて、2014年のクリミア侵攻があまりにうまくいきすぎ、ウクライナ軍を甘く見ていたロシア軍の油断に他ならないと指摘した上で、ウクライナ軍においては2014年の失敗を反省、分析した上で対策を講じていたのであろうとの見解を示しているんだ。今回のウクライナ侵略においては、ロシア軍が首都キーウに迫った部隊を撤退させるなどウクライナ軍の前線が伝えられているんだけど、ウクライナ軍の内部情報部隊配置や指揮官名などは全く伝わっておらず、ウクライナ軍がロシア軍の電子戦への対応をどのようにして堅固なものにしたかについて情報収集を急ぐ必要があるんだよね。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。ここからは僕の雑学の時間だよ。待ってました。今日の雑学は、水族館についてだよ。水族館って確か美味しそうな魚がいっぱいいるとこだよね。食べようとするなよ。まあ、魚がいるところは合ってるね。本題に入るけど、水族館に行くと大体サメがいるよね。でも、なんで他の魚たちがいるのに、食べないのかな？と思ったことあるかな？確かに海に行けば魚食べてるもんな。なんでだ？理由は簡単なことなんだ。食を満たすための行為だからなんだよね。お腹が減っていたらどんなに美味しそうな獲物が来ても食べないってこと？そうだね。人みたいに食事を楽しむこともなく、生きているために食べているから、お腹が空いていない限り食べないんだ。僕だったら、お腹が空いていなくてもアイスとかお菓子とか食べちゃうよ。それは君だけだろ。でも絶対食べないことはないらしく、小さい魚は食べられることもあるそうだよ。だから職員さんたちが数を見ながら、補填しているらしいんだ。結局食べるんかい。やっぱり、我慢できない時もあるんだね。そうみたい。それじゃ今日の動画は終わりだよ。また見てくれよな。またね。バイバイ。See you。またね。バイバイ。See 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 you。Thank you.
シアによるウクライナ侵攻が始まって早2ヶ月が経とうとする頃、戦況は泥沼の様相を見せており、ロシアが願っていた早期決着はもはや夢物語と化しているよ。ロシアは首都キーウロシア名キエフの早期陥落に失敗し、現実的な東部地域の実効支配を目指す方針に切り替えた模様だしな。4月中旬になり、東部の要衝マリウポリではロシア軍による激しい攻撃に見舞われており、多くの市民の犠牲が案じられている状況で、ウクライナ軍は製鉄所などの主要な施設で防衛線を敷いているものの、マリウポリの陥落はもはや時間の問題とも言われているからね。そんなロシア軍だが、今までの戦況は決して順調ではなく、むしろ劣勢に転じているのではないかとの見方も強まっています。実際、ウクライナに対しては西側諸国からの軍事的な支援がどんどん行われていく中で、ロシア軍の士気は低下し、名だたる指揮官を任命して挽回を図っているようだが、すでに戦費や武器弾薬の欠乏すら囁かれているぜ。中国の習近平政権とは蜜月をアピールしているプーチン大統領だけど、欠乏している武器弾薬の支援を中国に依頼したところ、柔らかく断られてしまったという話もあるようで、ロシアはまさか孤立無援ではないかとの見方も強まっているんだ。そんなロシアが、八つ当たりのごとく周辺各国に対して軍事的圧力を強めているよね。ああ、そして、その標的は我が日本にも向けられているぜ。国民として、この事実は絶対に認識しておかなければならないし、日本政府としても厳重に抗議するとともに、現実的にロシアによる日本侵攻を意識した国防対策を講じてほしいと思うのは、みんなの共通意見だよな。そうだね。さて今回は、ロシアが日本に対して行っている軍事的圧力行為の真相と、その目的などについて、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ロシア国防省が2020年4月1日に発表したところによると、極東管区に所属するロシア軍が、日本の北方領土である、国後島及び択捉島両島の演習場において、1000人以上が参加する軍事演習を開始したと発表したよ。実は、北方領土や千島列島において、ロシア軍が訓練を行ったのは今回が最初じゃないんだ。ロシアの政府系通信インタファクス通信が2022年3月11日に報じたところでは、ロシア国防省からの発表として、2022年3月10日にロシア軍東部軍管区が北方領土を含むクリル諸島において、移動式の地対空ミサイル S-300 を使用した発射演習を行ったことを伝えているね。この演習では、ロシアの領空を侵犯する航空機が出現し、それを撃墜するとの設定で実施されたもので、ロシア国防省では発射されたミサイルを 100% 破壊したとしていて、防空演習の成果を強調しているよ。この時の訓練は、あくまで対空兵器の運用向上のための訓練であるとし、北方領土において直接的な訓練を行ったものではなかったとされているんだ。だが、4月に行われた訓練においては、対戦車ミサイルや自走砲などによる射撃演習やドローンなども投入されており、ましてや国後島や択捉島など北方領土を舞台にして行われたとされており、日本が主権を主張する領土内において軍事訓練を行ったことについて、日本に対する明らかな意図があるのではないかと軍事関係者は見ているぜ。訓練が行われていたと思われる2022年3月30日の18時半頃から1時間ほどの間、根室市内からは国後島方向に照明弾のような明るく強い赤い光が数回光ったとする映像がテレビニュースで報じられており、国後島方面を哨戒中の根室海上保安部の巡視船も、同じ方向に照明弾と思われる明るい光が複数回発光したのを確認しているよ。根室海上保安部の佐藤明人次長によるとロシア当局から、ロシア軍が2月下旬から射撃訓練を実施すると通報があったとされ、巡視船が警戒に当たっていたところ、実際に照明弾の明かりを確認したことを公式に認めているみたい。ロシア軍は、2022年3月25日にも北方領土を含む、クリル諸島全域で3000人以上が参加する軍事演習の実施を発表したばかりで、ウクライナ侵略に対する制裁に日本が積極的に参加していることに強く反発していることから、立て続けに訓練を行ったものと思われているぜ。日本の制裁に対する報復の意味も込められているってわけだね。堂々巡りになっちゃいそうだ。そうだね。プーチン大統領は、自国に対して制裁を加えてくる国々を非友好国と指定し、それらに対する圧力や制裁返しを繰り返しているから、特に、北方において国境を接する日本に対しては、ロシア太平洋艦隊による宗谷海峡や津軽海峡への艦隊侵入など、軍事的な圧力をアピールしていたところであり、北方領土を含む千島列島において、ミサイル発射などの軍事訓練を強行したことは、日本国内においてもセンセーショナルに取り上げられたよ。
さらにロシアは非友好国との交渉を進める状況ではないとして、以前より進められていた平和条約交渉の停止を宣言しており、それに加えての今回の軍事訓練は、日本に対する G 行動の一環ではないかと見られているな。それだけに飽き足らず、この先さらに北方領土周辺での軍事活動が活発化する可能性があると懸念する声が上がっており、中には北海道侵攻の可能性を考え、現実的な行動に出るべきではないかとの声も上がっているぜ。実際、インターネット上ではロシア軍が北海道上陸を狙っているなどとして警戒するべきだ。こちらも何らかの軍事的姿勢を見せるべきだとする声が上がっているもんね。確かに、第二次世界大戦が終了した直後、日本は無条件降伏を受託したにもかかわらず、当時のソ連は北方領土を含む千島列島や当時日本領であった南樺太へ侵攻し、現在に至る実効支配を行うことになったんだ。そして、当時の指導者スターリンは、連合国側に対して北海道の占領と領土化を参戦の条件としたことは今でも知られているよ。当時のアメリカ大統領トルーマンはあっさりとそれを却下しているんだが、北海道に対する領土的野心は今のロシアにまで受け継がれていることは間違いのないことだな。それじゃあ実際に、ロシアが北海道に侵攻する可能性があるのか、少し考えてみようか。そもそも、ウクライナ侵攻の発端はベラルーシとロシアの合同軍事演習との口実で、多くのロシア軍がウクライナ国境に集結し、西側諸国はブラフだろうと見ていた事実もあるんだよね。だから、今回の北方領土周辺の軍事演習も、あわよくば北海道に侵攻するぞというロシアの具体的なアクションにつながるのではないかと危惧している人もいるんだ。とはいうものの、2022年4月時点において、ロシア軍はウクライナでの苦戦が伝えられ、その被害が膨らんだために戦力が不足しているとの見方も出ているよな。そのため、シベリアなどの極東地域からも、かなりの兵力を引き抜いてウクライナに回しているとの噂さえあり、実際に日本海など多くの装甲車両を搭載した輸送艦が移動しているところも確認されており、その噂は事実と考えてもいいかもしれないぜ。逆を言えば、北海道に侵攻することを考慮した場合、追加投入するべき戦力はウクライナ方面に釘付けになっていて全く見込めない状況とも考えられるよね。ああ、だから、数千人規模の演習を足がかりにして、北海道に侵攻する可能性はほとんどないと見てもいいだろうな。さらにネット上ではロシアに呼応して北朝鮮が参戦する可能性との書き込みも散見されるけど、北朝鮮に直接日本に侵攻する力があるかは疑わしいものの、威嚇行為として弾道ミサイルを撃ち込んでくる可能性はゼロとは言い切れないんだ。最近の北朝鮮は、極超音速ミサイルの発射などを繰り返し、既存の防空兵器では対応できないミサイルが仮に発射された場合、残念だけど国民の生命や財産に被害を受けてしまうことがあり得るんだよね。ロシア自身が大規模な侵攻は行わないまでも、呼応する各国がどのような行動を取るか、中国だって、尖閣諸島に同時侵攻してくる可能性はあるから、ロシア中国プラス北朝鮮プラスの出方をそれぞれに見ておかなくてはならないよ。さらに、ウクライナ侵略による戦闘が終結した後のことも考えておく必要があるぜ。その時には、アメリカと EU を中心とする、NATO 北大西洋条約機構加盟国による民主主義陣営と、ロシア中国北朝鮮などの専制主義陣営による新たな冷戦構造が出来上がっていると考えられ、日本はかつての東西ドイツのように冷戦の最前線の位置になるな。ウクライナでは失敗したが、次にどこかやりやすい国はどこだ、専制主義陣営が考えるのは、まさしく日本だろうな。そのことと踏まえて、日本の国防を論じてもらいたいもんだぜ。そうだね。ウクライナ侵攻以降、日本の国防はどうすべきか、どうあるべきかとの議論がテレビの報道番組やインターネット上で盛んに行われているけど、助けを求めるウクライナに対するアメリカのバイデン大統領の行動だけを見ると、一緒には戦わない兵器などの支援は行うから頑張れという姿勢に、疑念を持つ意見も増えているよ。日米安保条約が、本当に有効に機能するのか、そこに対する不安を感じているならば、日本独自の国防と、目に見える抑止力を発揮すること、この3つを早急に考えて実行してほしいと思うよね。うがった見方をすると、アメリカが、もはや世界の警察官としての矜持を捨て去り、自国のことのみしか考えられない状況になっているとも感じられるかも。確かにな。つまり、第二次世界大戦参戦前のアメリカ第一主義に戻ったのは明白で、今のアメリカ国民は、自国兵士の血を流してまで日本を守ることに対して否定的な態度を取ることは間違いないよな。まあ、たとえ、北海道にロシア軍が侵攻してきたとしても、アメリカが自衛隊と一緒に戦ってくれる保証はない、ウクライナの実情を見て、そのようなことを感じる日本人が少しでも多くなること、そして自分の国を自分たちで守ることの必要性を、
改めて考えてもらえればいいよね。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。2022年4月12日に韓国のメディアが総じて、アメリカ海軍のニミッツ級原子力航空母艦エイブラハム・リンカーンを中心とする空母打撃群が、今週中にも日本海に展開し、韓国海軍と合同軍事演習を実施する予定であることを伝えているほか、日本の TBS テレビニュースと韓国の一部メディアでは、12日にはすでにエイブラハム・リンカーンが日本海に入り、公海上を航行していると報じているみたい。アメリカの原子力空母が日本海に展開するのは2017年11月以来約5年ぶりのことだったか。当時やはり北朝鮮が大陸間弾道弾ミサイル ICBM の発射実験を繰り返したばかりか。核実験までも行ったことで朝鮮半島の緊張が最高に高まったため、当時のドナルド・トランプ政権が空母ロナルド・レーガン、セオドア・ルーズベルト、ニミッツの3隻のニミッツ級原子力空母を日本海に展開させて以来のことだよな。北朝鮮はほんと自分たちの道を行っている感じだよね。ひたすら実験を繰り返しているし。そうだね。さて今回はそんな北朝鮮の行動も含めて、アメリカ海軍の原子力空母が約5年ぶりに日本海に展開したことについて解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。北朝鮮は2022年が明けてからというもの相次いで各種弾道ミサイルの発射実験を繰り返し、ロシアによるウクライナに侵略にアメリカやヨーロッパ、日本などが対応に追われている中で、その間隙を突くかのような動きを見せていて、3月25日にはアメリカがこれまでレッドラインとしてきた、アメリカ本土まで届くとされる ICBM ファソン17を発射するに至っているんだ。そしてさらに最近になって、4年前の2018年5月に米朝首脳会談を前に坑道などを爆破して、閉鎖したとしている北東部プンゲリの核実験場について、アメリカの研究グループの衛星写真解析によって坑道の掘削作業が行われている可能性があると指摘されていて、再び使用するために復旧作業を行っているのではないかという噂が飛び交っているよ。これら北朝鮮の挑発とも思われる活発な軍事活動を受け、さらに2022年が生誕110周年となる故キムイルソン主席の誕生日太陽節が4月15日であり、また朝鮮人民革命軍創設90周年を4月25日に迎えることから、弾道ミサイル発射だけでなく7回目の核実験をも行う可能性があるとして、北朝鮮の弾道ミサイル発射実験や核実験の再開に対して、アメリカが断固反対するとの強い意志をアピールするため、今回のエイブラハム・リンカーンの日本海派遣に踏み切ったと見られているよ。空母エイブラハム・リンカーン CVN-72 は現在アメリカ海軍が重責運用しているニミッツ級航空母艦の5番艦で、艦名の由来は、第16代アメリカ合衆国大統領エイブラハム・リンカーンにちなんだもので、この世界最大の原子力空母の艦体サイズは、満載排水量104,263トン、全長333メートル、最大幅 76.8 メートル、喫水 11.3 メートルで、ウェスティングハウス A4 ダブル加圧水型原子炉2基によって26万馬力210メガワットの出力を発揮、4基の蒸気タービンで30ノット56キロメートル毎時以上の速度で航行するものとなっているんだ。乗組員の総数は、総艦要員として士官と兵員合わせて3200名を要し、航空要員として2480名と、それ自体が小さな町と言われるほどなんだよね。確かにそれだけの人数がいれば小さな町と言われても納得だね。五艦近接防衛用の兵装には、艦対空ミサイルリム7シーストロー単サムとリム116ラムがそれぞれ2機ずつのほか、近接防御火器システムシウスファランクス3機が搭載されているよ。艦載機は最大で90機の搭載が可能とされ、平時でも70機前後を常時搭載しているんだ。現在は第9空母航空団 CVW9 として、第14戦闘攻撃機構隊 VFA14 トップハッターズ FA18F ブロック2、第41戦闘攻撃機構隊 VFA41 ブラックエーセス FA18E ブロック2、第151戦闘攻撃機構隊 VFA151 ビジランティス FA18E ブロック2の、F18 スーパーホーネットの3個飛行隊と、最新鋭の第5世代ステルス戦闘機 F35C ライトニング2で編成されている、第314海兵戦闘攻撃飛行隊 VMFA314 ブラックナイツが搭載されているみたい。F35C は F35 の派生型の一つ、艦載型 CV の艦上戦闘機で、低速時での揚力の増加と安定性の強化のために主翼垂直尾翼水平尾翼が、それぞれ通常離着陸型の A 型より大型化されているほか、空母へ格納するために主翼が折りたためる機構が追加され、
発着感時の衝撃に耐えられるように機体構造や膠着装置の強化と、前足の車輪がダブルタイヤとなった上にカタパルト発進バーが追加装着され、胴体後部下面に A 型よりも強度を増した収納式のアレスティングフックが装備されているよ。また、第9空母航空団には4個の戦闘攻撃飛行隊の他に、第133電子攻撃飛行隊 VA933 ウィザーズ EA18G、第117艦上空中早期警戒飛行隊 VAW117 オールバンガーズ E2D、第14ヘリコプター海上戦闘飛行隊 HSC14 チャージャーズ MH60S、第71ヘリコプター海洋打撃飛行隊 HSM71 ラプターズ MH60R、第40艦隊兵艦支援飛行隊第3分遣隊 VRC40 デッド、3ローハイズ C2A 輸送機、などが配備されているんだって。北朝鮮の人民空軍が保有している最新の戦闘機はロシア製の第4世代戦闘機のMiG-29で、40機程度を保有しているとされている他は、さらに旧式のMiG-23、MiG-19、MiG-17、MiG-15 などであり、朝鮮戦争時の戦闘機でさえ現役として運用しているとされているぜ。さらには経済制裁のために慢性的な燃料不足のため訓練飛行がままならず、パイロットの練度が低いとされている上に稼働率が低く、MiG-29 でさえどれほど飛行可能であるかは不明と言われているほどで、アメリカの第9空母航空団だけで北朝鮮上空の航空優勢を確保可能とされており、北朝鮮には相当の圧力になると見られているな。空母エイブラハム・リンカーンを機関とする第3空母打撃群 CSG-3 は、2022年1月3日に母港のカリフォルニア州にあるサンディエゴ基地を出港し、タイコンデロガ級ミサイル巡洋艦モービルベイ CG-53 と、第21駆逐隊 DESRON-21 のアレイバーク級ミサイル駆逐艦フィッツジェラルド DDG-62、グリッドレイ DDG-101、サンプソン DDG-102、スプルーアンス DDG-111 の水上艦6隻その他攻撃型原潜1ないし2隻で構成されているよ。この第3空母打撃群の日本海展開について、韓国メディアは北朝鮮を牽制する米韓合同演習のためと見ているようだけど、アメリカ海軍第7艦隊に日本の NHK が4月12日に取材したところによると海上自衛隊と共同訓練を行っているとしており、海上自衛隊の村雨型護衛艦稲妻 DD-105 が随伴して航行しているのが確認されているんだ。このことから、第3空母打撃群と韓国軍との合同演習はないとの見方が出ており、先日の大統領選挙で野党のユン・ソンによる候補が当選したための混乱などもあり、毎年この時期に実施している米韓合同演習は延期もしくは中止となる可能性が指摘されているね。あるいは、ムンジェイン政権が中国ロシア寄りの姿勢を見せていたことにアメリカが苛立っているとの見方もあり、海上自衛隊との共同訓練を選択したことで、ロシアへの経済制裁に消極的な韓国に釘を刺していると指摘する声もあるよ。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。ここからは僕の雑学の時間だよ。待ってました。今日の雑学は、タイについてだよ。これまたピンポイントだな。そうだね。みんなはタイのバンコク正式名称を知っているかな？そんなの簡単じゃないか。バンコクだろ？おいおい、雑学に出すくらいだから、そんな安直な考えなわけないだろ。バンコクなんとかかんとかだろ。お前も全然わかってねえじゃねえか。おいつもと逆パターンだね。まあ正解を言うとね。クルンテークプラマハーナコーナモーンラッタナコーシンマヒンタラーユッタヤーマハーディロックポップノットラット。ラーチャタニーブリーロムードムラーチャニウェイトマハーサターナモーンピマーナワターンサキット。作家タッテヤミサヌカムプラシットと言うんだって。なんだその長さは。全然わかんねえし、バンコクついてねえじゃん。確かにね。みんなも、頑張って覚えて、みんなに言ってみよう。それじゃ今日の動画は終わりだよ。また見てね。クルンテイクプラマハーナコーナモーンラッタナコーシンマヒンタラーユッタヤーマハーディロックポップノットラット。ラーチャタニーブリーロムードムラーチャニウェイトマハーサターナモーンピマーナワターンサキット。作家タッテヤミサヌカムプラシットだよ。クルンテイクプラマハーナコーナモーンラッタナコーシンマヒンタラーユッタヤーマハーディロックポップノットラット。ラーチャタニーブリーロムードムラーチャニウェイトマハーサターナモーンピマーナワターンサキット。作家タッテヤミサヌカムプラシットだね。言えたよ。なら俺も、クルンテイクプラマハーナコーナモーンラッタナコーシンマヒンタラーユッタヤーマハーディロックポップノットラット。ラーチャタニーブリーロムードムラーチャニウェイトマハーサターナモーンピマーナワターンサキット。作家タッテヤミサヌカムプラシットだぜ。楽勝だな。